お世話になります一人でございます。じゃじゃーん、買ってまいりました。まず今回のテーマであるミスドのねやつですね。ちょっとその前にあるのがケンタッキーフライドチキンのトマトなんとかで、ついでにグミ、私が大好きなグミたちを買ってきまして、さらに今更私モンスターボールプラス始めてるんですが、それを自動化するねケースも買ってきました、ダイソーで。はい、で今回このミスドって1000円以上購入するとこのラッキースクラッチカードというものがもらえまして、ここに書いてあると思いますが、まずここをねこすって当たりが出たらファイルとかがもらえて、でさらにシリアルコードがねここに書いてあるということでございまして、これを今回ね受け取っていきたいと思います。とりあえず関係ないですけど10円のとこまず削ってみましょうか。はい、じゃあこれで、やっていきます。あーこれあれだ、2万円だった、間違えた、10円玉と間違えちゃった、なんていうことは置いときましてやっていきましょう。はい、これでやっていくと、こんなのいつぶりだ、こんな10円で削ったの。なんかうわ当たりじゃん、すげえ当たったわ、やば。まあどんぐらいの確率か知りませんけど、私は当たりました、やばいでしょ、めっちゃ嬉しいわ、まさにラッキーですね。まあもらえるのはクリアファイルだけなんでちょっと微妙ですけどね。まあちなみにこれなんか店員さんにも言われましたけど、クリアファイルとかはそこの店でしか受け取れないみたいですのでご注意ください。あ、つまりこれ私あれじゃん、もう一回行かないともらえないってことじゃん。あ、だからそれあれか、店員さん言ってたのは多分そこで削ってくださいってことを言いたかったんだ。うわミスったな、店員さんそういう風に直接言ってよ。でまあこれはなんかこうめくれる式になっておりまして、この中になんかシリアルコード書いてあるみたいですね。これちょっと見てみたいと思います。はい、これペローンってめくったらこんな感じで2つに分かれました。まずこっちが期限とかですね、カードの受け取り期限は12月4日からまあなくなり次第終了ということで、でクリアファイルの受け取り期限は1月29日までということですね。まああんま欲しい人いないか。はい、でこちらがよくあるね受け取り方とシリアルコードが書かれてるって感じですね。今1枚のカードでこんな何種類もいろいろ書いてあるってのがすごいっすよねマジで。ちなみにですけど、私ですねミスドで1000円以上ってなると、まあ、こんぐらいね買う必要あると思います。私1400円ぐらいかな、使ったんですが、こんな感じですね、あんま見栄え良くないですけど合計8個ぐらいかな買いました。めちゃめちゃいい匂いします。でね、今ここにないですけどピカチュウとかラッキーのドーナツみたいのもありましたね。本当はそれ買えってことなんでしょうけど、私買いませんでした、こっちの方が美味しそうだったんで。でこれで1400円ぐらいなんで、これ2個減らしたぐらいかな、買う必要があるのは。そんぐらい買えばね1000円いくんじゃないかなと思います。まあ今ね私これ一人という設定上この口がないんで食べることはできないんで、今ここでは食べません。でちなみにですけどミスドには人全然いませんでした。ただ隣見たら銀だこがありまして、あのたこ焼き屋さんですね。そしたらそこはなぜかめちゃめちゃね大繁盛してて、20人か30人ぐらい並んでましたね。私朝もう10時開店直後に行ったんですけど、多分この時間帯来てるのって主婦層とかだと思うんですけど、そんな人気あるんですかね、ちょっとよくわかんないですけど。ミスドはこんなキャンペーンやってんのに全然人いませんでした、かわいそう。で近くのね本屋さんとこ見たら5、60人ぐらいの、ね、人がね並んでました。なぜかというと鬼滅が発売されてたからです。鬼ほど人がいました、鬼滅なのに。でそれでミスドに入る前にその行列見たんですけど、ミスド買ってから帰る時にまた行列見たらまたさらに増えてまして、めちゃめちゃやっぱ鬼滅すごいっすね。まあミスドもねこんないいキャンペーンやってますので皆さんも行きましょう。案件とかではないですけどね。結構ザレ事が多くなりましたが、じゃあラッキー受け取っていきましょう。タイム、はい、じゃあ受け取っていきますよ。やり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取るで、シリアルコードで受け取るですね、これで OK ですね。であとは先ほど書いてあった通り、シリアルコード打つだけですね。はい、贈り物探しています、探してこいよちゃんと。はい、来た、ミスドのラッキー、ミスタードーナツのラッキーの方が良かったな私的には。はい、これでポーンと来まして、はい、キラーンと来て、いいね、別に色違いではないと、卵光ってるように見えます、心なしか。卵は栄養満点で味も抜群、高級な食材として扱われる。あ、そういうことか、これ卵栄養満点ってことはこの卵使ってミスドやってますよみたいな、そういうニュアンスなんかな。はい、じゃあラッキーを受け取りましたということでありがとうございます。はい、じゃあラッキー見ていきましょう。ちょっとねこれ個体値見れないんですが、ちょっとまあ許して。で内容についてはスペシャルスボールで入ってまして、レベル7のメスでございます。いいねいいねいいね、レベル7ってね、ラッキー7みたいなそういう感じなんかな。まあそういうことしか考えられないけどね。で親はミスド、いいねマジでいいね、これミスタードーナツだったら本当に最高だったけどね。
まあそこはね、まあ、ミスチルのことで、ね、あんま正式名称のミスター・チルドレンっていう人はあんまいないですから、まあ、愛称としてね、まあ、むしろこっちが正式名称みたいなもんですよね。でも持ち物は幸せ卵でございまして、幸せが詰まった卵を持たせたポケモンはもらえる経験値が少し増えるということで、まあこれも普通に珍しいアイテムではありますよね。まあ普通にゲットできますけどね。はい、じゃあ、特性は自然回復で手持ちに引っ込むと状態異常が治るというね、強い特性ですね。なかなか、ただこれは夢特性ではないですね。どうせなら夢特性にしようよっていう感じですけど、まあ内容的には天の恵みの方がこのコンセプトには合ってた気がしますけどね。なんかラッキーな感じしますし、どうせレベル7にするんだったらこっちも合わせようよと思うんですが、そこは突っ込んでもしょうがないですね。まあドーナツは真ん中が空いてますから、まあこれは突っ込みどころがあるというメッセージなのかもしれませんね。はい、これでプレゼント天使のキスもう一度と甘えると卵産みですね。いいっすね。なかなか本当にこのコンセプトに合った感じの技が多いっすね。なかなか可愛いですね。で素直な性格、あ、これも多分なんかミスドのコンセプトに合ってる気がします。で2020年12月4日素敵な場所でレベル7の時に運命的な出会いをしたようだということで、素敵な場所っていう感じで言われてるんですね。つまりミスドが素敵な場所と、そういうことでございますね。そうだと思います。で考え事が多い、ちょっと大丈夫か、ミスドの経営がちょっと危ないってことなのかな。そういう意味で考え事が多い、いろいろな経営方針をねちゃんと立てなきゃいけないみたいな、そういうメッセージなのかもしれませんね。でそれで、クラシックリボンでポケモンが大好きなことを証明する記念リボンをつけた時の名前、ポケモン好きのラッキーということでございます。最高だね。はい、ということで、今回はミスドのラッキーをゲットさせていただきました。それだけです。とはいえ親がミスドっていうね、超貴重な個体なんじゃないかなと思います。まあ色違いでも何でもないんで、そこは本当に結構残念ではありますけど、ミスドね結構好きな人はもちろんね行ったついでにゲットすればいいですし、あんま行かない人は、まあ、たまには食べてみるかみたいな感じで食べてそれでゲットするみたいな感じで、まあ、気軽な感じでねゲットするのがいいんじゃないかなと思いますね。でゲットすれば何か起こるわけではないですけど、ラッキーなんでね、ラッキーな気持ちになれますよ。それで最近落ち込んで絶望するくらいにやってしまった大きなミス、どっか行っちゃいますよ。